日々お伝えしているニュースの中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリークローズアップ」今週は「油断大敵今この動物生物に注意」というテーマでお送りします初日の今日はマダニですマダニの生態に詳しい九州大学衛生昆虫学研究室准教授の藤田亮介さんです藤田さんおはようございます おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。いいますよろしくお願いします。まあ、ここ数年、こうマダニには気をつけるっていう話はよく聞くんですけども、まず、このマダニはどういう特徴のある生き物なんでしょうか、はい、はい、えっ、ー、と、マダニはですね、えっ、ー、と、野生動物やペット、あと人なんかの血を吸って、えっ、ー、と、生活している、まあ、非常に小さな虫になります。大きさはどのくらいなんですか そうです、ね、えー、っと,最、まあわえー、っと幼虫若虫成虫と3段階成長していくんですけれども、はあ、えっと一番大きい段階で、まあ、5ミリ程度の非常に小さな虫になっています<ー>一番大きくても5ミリ、かなり肉眼で見つけるの難しいぐらいの大きさですね そうですねあの意識してると、まあ、気づくんですけれども、なかなか、ええ、あの目につきにくい小さな虫になりますで、そのマダニの活動時期っていうのは、いつ頃からいつぐらいまでなんでしょうかそうですねあの、やっぱり多くなってくるのは、えーと、ゴールデンウィークぐらいから増えてきて、まあ、夏に向けてどんどん増えていって、秋ぐらいまで非常に数が多くなってて、だいたい冬になったら、まあ、だいぶ見かけなくなるかなというような虫になっています。 気温がじゃ高い時期まさに今も注意が必要っていうことですよねそうですねはいマダニはですね8月の一番暑い時期には少しだけ減るんですけれどもおおむね春と秋大体いいこのやっぱりと過ごしやすい時期に多くなります、はあ、生息場所っていうのは大体いいどんなところに潜んでるんですか 基本的にはですね、あの畑とか公園とか、あのー、ちさくさがあるような場所ですね、あと芝生あるような場所なんかにも結構います、えー、はあ、で、あのー、マダニによく、まその注意を呼びかけられてるわけなんですけど、何が危険なんですかね。 えっと、一番危険なのはですね、あの、やっぱ感染症になってまして、はい、えっと、マダニは先ほど、あの、申し上げた通り、いろんな動物の血を吸ってるんですけども、その際に野生動物なんかから、はい、えっと、ウイルスとか、細菌といった、えっと、病原体を取り込んで、で、また次、吸血するときに、唾液と一緒に、その病原体を移してくるということで、<ー>その感染症の媒介になっているっていう点が危ないところです。これは、その、 危なさで言うとその命にも関わるような場合もあるわけですよね。そうですね。はい。特に九州なんかではえっと SFTS といったような感染症であったりとか日本広汎熱といった感染症でえっと結構な死者が出ております。はあ。うん、そもそもまだには噛むのか刺すのかっていうとどっちなんですか。<ー>そうですね。あのどちらの表現も使うんですけれども<い>実際には刺してると言ってあのいいと思いますああ。実際刺してるわけですね。 去年は県内でマダニーに噛まれた高齢者の方が亡くなって、で先月、はい、マダニーが媒介する感染症で、また高齢の80代の女性が亡くなっているんですが、高齢者に注意が必要なんですかね。そうですね特にやはりあの感染症に関しては、高齢者の方が、えー、と重症化する例が多くてですね、特に70代以上の。えー 方がが、えー、結構なくなくるケースが多いですただ、はいあの、若い人でも、えーとはい、重症化する例っていうのはありますので、ええあの、若ければ大丈夫というわけでもないですあそうなんですね、うん、例えばあの基礎疾患のある人も注意が必要とか、何かこういう人は特に注意が必要だっていうものはありますか そうですねあのさっきあの話に出ましたように、うん、やはりあの年齢ですね、高齢であるというのが大きなリスクファクターになっているというの一つと、うん、あと、やっぱマダニに刺される機会が多いあの農作業従事者の方っていうのは、やはりその確率が上がっていきますので、ええ、えっとそういった、えっと、山の近くとか、まあ、そういったところで、えっと、生活されている方っていうのは、リスクが高くなってますあの私も犬を飼っておりまして、散歩に行くんですが、そういう犬、はい などから人間にっていう場合もあるんですかね。ありますね、はい。あの特にですね、あの例としてよく上がるのが猫ですね。あ,あの猫犬猫どちらも、はい、あ,あるんですけれども、猫でやっぱ重症化して、<ぇ>でそれから人にっていう例も報告、うん、されています。と、うん、なるとその犬や猫がまあ噛まれているっていうことにペットもあの飼い主もなかなか気づきにくいと思うんですが、やっぱりこの時期 ここまめにチェックすすするってことが大事なんででかねねそうですねあと、やっぱりそういった場合に、ですねあの体調ペットが崩されている場合なんかには、あの速やかにあの動物病院なんかに、うん、えと相談に行くっていうのが大事かなと思いますやっぱり犬や猫も同じような症状が出るっていうことですねそうですねあの、大体今、多くの動物、まあ、ペット、あと動物園の動物なんかがマダニによる感染症にかかるってことが分かってるんですけども、うん、特に。うん、あの 犬猫に関しては、人よりも重症化率が高いということが知られています。はあ、万が一、まあ、人間が、まあ、我々が刺されてしまった場合、それに気づいた場合、どういうふうに、まあ、処置、対処すればいいんでしょうか。そうですね。あの、まあ、普段、マダニに見慣れている人とか、あの刺される経験がよくある人っていうのは、えっと、まあ、自分でピンセットなんかで取ってしまってもいいんですけれども、あの、 まあ、なかなか固く噛みつく、えー、と刺,し刺すようなマダニですので、ええあの、そういった場合には皮膚科に行って取ってもらうとかいうことと、あとは、まあ、必ずマダニを刺されたら病気になるわけではないんですけれども、もし刺された後にですに、ねええ、発熱とか体のだるさとか、まあ、そういった何か違和感があるようであれば、えっと、病院に行って、マダニ刺されて調子悪いんですけれどもと報告してもらうのがいいかなと思いますやっぱり行くときは、病院は皮膚科がいいんですかね。 特に症状が重くない場合、まあ、刺されて、ええ、あのマダニを取ってほしいという場合は、まあ、皮膚科に行くのがいいいと思いますよくあの勝手に自分で取らない方がいいなんて聞くんですけど、うんうん、そうですね、あのま、慣れてないときはです、ね、ええ、結構あのマダニっていうのは噛みついた後その皮膚にセメント物質を作って、ちょっと引っ張ってぐじゃ取れないぐらいの硬い噛みつき方をしますので、ええ、あの慣れてない場合は、えっと そういう慣れてる先生のいる病院なんかで取ってもらった方がいいかなと思います。なるほど。そしてまあ、今はまだちょっと梅雨時期に入ってはしまいましたが、梅雨が明けてからでも、例えばキャンプとか、登山だとか、ハイキング、まあそして日常では犬の散歩とかいろいろあると思うんですが、やっぱそういうアウトドアに出かけるとき、どういう風なところに気をつけなきゃいけませんかね やっぱり一番はですね、あの肌を露出しているところでされやすいっていうのがありますので、うん、あの暑い時期でなかなかあの、まあ、涼しい格好をしたいと思うんですけれども、やっぱ山なんかに行ったり、アウトドアする時なんかは、えー、と皮膚を覆うように、あの長袖、長ズボンっていうのがまあ基本になるかなと。あともう一つはですね、虫除、ええ、けスプレー、あのディートとかイカルジンといったような、機械剤の入っているような虫除、うん、けスプレーを。 まあ使うと。まあこれ、なんかの対策にもなるんですけれども、マダニにも有効ですので、はい、そういったものを使ってもらえればいいかなと思います。最後に、あの、今日はまあマダニについて話を聞いていますが、マダニとか、あと家の中でもよく、まあダニって聞きますけど、それとマダニとはまた違うんですかね、はい そうですねあの家の中にいるえ家ダニとかと、はい、あの外で刺されるマダニとかの全然違うやつになってまして、はい、あのよく言われるあのダニが危ないっていうのはその外で刺されるマダニになってますのであの家の中のダニですね家ダニなんかはそんな病気のリスクはありませんので、はい、そんなにあの気にしなくていいかなと思いますわ、うん、かりました、ありがとうございます、まだこれから、ね、気温も高い時期で秋までは注意が必要ということですので。 あの、自分自身が刺されてないか、それペットも刺されてないかとか、そういうことをちょっと気にしたいなと思います。えー、この時間、えー、九州大学衛生昆虫学研究室の准教授藤田龍亮介さんにお話を伺いました。藤田先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 落語家の立川です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川尚氏のニュース落語」もう聞いていただきましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみください。 アップル、スポティファイアマゾンの各ポッドキャストで立川少子で検索してフォローお願いしますまた YouTube でも聞くことができますよさらに生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子キーサイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川少子ニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください 本と音声両方で立川賞詞のニュース落語どうぞごひいきに